こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。私は外銀、外コンを志望しています。狭き門なのはわかりますが、外銀、外コンは選考が早いので、仮に全部落ちたら、その後日系企業を受けていこうと考えています。日程的には間に合いますよね。こちらに回答していきたいと思います。結論、日程的には間に合うと思います。しかし、外銀、外コン志望者がやりがちな定番の失敗戦略であるパラシュート戦略にならないように気をつけてください。ご質問にある通り、外銀、外コンは選考が早いので、年末の12月までには内定が出ます。ですので、そこで内定が出た人は問題ないと思います。一方で、外銀、外コンに全落ちした場合、そのような人が取りがちな戦略は次のようなものになります。まず、外銀、外コンを受ける。そして、ダメだったら総合商社を受ける。そしてこれもダメだったらメガバンクを受ける。こういったですね、難易度が高い方から順にこう受けていき、ダメだったらより低い難易度のところを受ける。まあ、こういったですね、パラシュートのように上から落下していくような感じで受けていくということですね。これがパラシュート戦略と呼ばれるもので、まあ、これをやる人が例年非常に多いんですが、かなりの高確率で失敗します。理由は2つあります。まず1つ目の理由、それは求められていることが違うということです。外銀、外コンで求められていることと日系企業で求められていることはかなり違います。外銀、外コン向けの対策に時間をかけている分、日系の対策は遅れている方が多いです。また、人物像、キャラクター的に日系向きではないという印象を与えてしまう方が多いですね。次に二つ目。こちらは焦ってしまうからということです。パラシュート戦略をやる場合、本来本人が行きたいと考えている会社に落ちて、まあここならいいかというふうに思っているところにも落ちて、ここならギリギリありかなくらいのところにも落ちて、という段階を経ることになりますので、本来本人が行きたかった企業からどんどん乖離していくことになりますので、その分焦る気持ちが強くなっていきます。焦りと不安によって冷静さを失っていくので、さらにうまくいかなくなっていくという風になるケースが非常に多いんですね。じゃあどうしたらいいの?ということなんですが、外銀、外コンを受けて全落ちした場合は、そこから気持ちを切り替えて、わらしべ長者戦略に戦略を移行していくのが良いと思います。このチャンネルで何度も紹介しているわらしべ長者戦略ですが、業界を絞った上で大手のグループ会社や中堅企業から内定を得て、その内定を持ってその上の大手企業に挑戦するというものになります。外銀、外コンを本気で受けている方の多くは高学歴である場合が多いので、グループ会社なんてというふうに思うこともあるかもしれませんが、グループ会社の内定さえ取れないのであれば大手企業の内定は取れません。一方でグループ会社の内定を獲得するプロセスの中で求められていることの違いを徐々に理解できるようになりますし、グループ会社であっても内定を得ることで自信を取り戻すことができます。ですので、こういった戦略に移行していく方が良いと思います。ただですね、外銀、外コンに全落ちしたということであれば、やはり落ちた理由があるわけです。その理由を手っ取り早く明らかにするには、やはり我々のようなプロに依頼した方が良いと思います。外銀、外コンに絶対行きたいからその対策をしてほしいという方、外銀、外コンに落ちた理由を明確にして第二志望の企業には絶対に受かりたいという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。